私たち人間界に来てしばらく経つでしょ。うん。実際に来て思ったんだけどさ、人間ってこんなにたくさんいらなくね？うじゃうじゃうぜ。天使の言葉とは思えないわね。仕方ないから、よくわからない魚の味噌煮と野菜の味噌汁に変更しましょう。うわ、適当なネーミング。誰のせいだと思ってるのかしら、このおバカ天使は。と、刃物はダメでしょ。刃物は独身男性全員消えてなくならないかな。あんた、そういうことは言うもんじゃないわよ。てか、これってそっちの仕事じゃない？仕事？独身男性を消す仕事？今はそういうことやってないって。昔はやってたの？ほれ、ちょっと、これ一本でどうやって食べろって言うのよ。嫌がらせ？は？もしかしてサターニャ割り箸知らないの？え？それ、半分に割って使うお箸なのよ。そうだったわ。こんなの常識中の常識よね。ガブもサボってないで。今野菜タワー作ってて忙しいから。やれ。はい。ピネット、なんか涙出るんだけど。幼稚園か、ここは。面倒見きれないって。リネ、何そんなに怒ってばかりの人生で楽しいか。さあ、続きをやるわよ。はい。魚泣くぞ。進路希望調査ねえ。じゃあ、世界の終わりを告げてみたい。神かよ。あんたならやりかねないわね。四季の瀬さんもさっきからノリ良すぎ。ネトゲで負けた時、思わずやりそうになるんだよね。